町田啓太は日本の俳優、劇団エグザイルのメンバー、群馬県東郡東矢小町出身、LDH ジャパン所属。子供の頃から乗り物が好きでパイロットに憧れ、中学校を卒業後、日本航空第二高等学校に進学、高校からダンスを始めダンス部ではキャプテンを務めた。視力の問題でパイロットとしての道は難しいと思われたため、 2年生のコース選択時に、パイロットを諦めて、航空機の構造などを学ぶメカニックコースに進む。そして、体育の教員免許を取得して、ダンスを教えたいと考え、日本体育大学へ進学。大学でも、ダンスサークル、サイファーヘッズァムに所属して活動していたところ、プロダンサーに声をかけられ、イクスプグ東京校に特待生として通いダンスや、演技のレッスンを受ける。 2010年8月より行われた第3回劇団エグザイルオーディションにて約2000人の中から合格。同年12月、舞台ロクデナシブルースで俳優として活動を開始するが、公演中に左足アキレス腱断裂、交番し数ヶ月療養した。2011年7月、ダンスボーカルグループジェネレーションズの候補メンバーに選ばれ、 劇団エグザイルを脱退する。同年9月、右足ふくらはぎを痛め数週間療養した。その後、ジェネレーションズの活動に復帰することはなかった。2012年2月、俳優業に専念するため、ジェネレーションズの候補メンバーから抜け、劇団エグザイルに再加入する。ありがとうございます。